はい、こんにちは。日本改革党奥澤です。ペリズマイ様、ペリツマ様ご夫妻、ヨシコ様、哲也様、トッシュ福様、カズサノスケ様、イーちゃん様、キューちゃん様、太郎に勝代様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせていただきたいと思います。東京29区選挙区、熊野前駅で凱旋してまいりました。先ほどですね、お声掛けくださった皆様ありがとうございました。河野太郎のあの有識者会議で透かし文書入ってたんですよ。中国企業な、中国に影響されちゃってますよ。我が国のあの最有名賦課金、なんてことを喋ってまいりました。熊の前っていうことは昔この辺りにあの熊出没してたんでしょうかね。荒川区の上の方なんですけれども、麻布にも間宮坂っていう長い坂ありますけれどもね、ロシア大使館とかあるね。河野太郎有識者会議に中国国営企業が作成した資料を用いたことについて、高市経済安保大臣、エネルギー政策の検討にあたっては他国から干渉されるようなことがあってはならない、速やかに詳細な事実関係を調査し適切な対応をする、河野太郎問題ないっつってましたけれども、それでは済まないみたいですね。高市大臣が調査するって世論です。やっぱり河野は河野だった。セキュリティクリアランス法とスパイ防止法はよお願い。確かにこれは高市さんの案件だな。まあ経済安保大臣ですからね。まずは全議員全官僚の機関情報開示から。攻め時なのに野党がだんまり。そんなだから支持率上がんないんだよ。まあ野党もね、あの中共の犬仲間ってことで河野太郎は叩きにくいんだと思いますね。野党の出番のはずなのにやけにおとなしいですね。立憲が財団事務局長と対談ページを削除するぐらいやばい。口だけでなく確実に調査してほしいですね。高橋さんにね、調査結果公表してくれればですね、私もですね、河野一族が中共の犬と考えるに至った根拠の追加として裁判所に提出できますんでね。とりあえずあの自然エネルギー財団事務局長大林美香を有識者会議に引き入れたのは河野太郎であるっていうのが判明してます。民間人委員は4人で、このうち2人が自然エネルギー財団の人間なんですけれども、大林ともう1人ね。ひどい時は4人全員が財団の人間って時もあったそうです。その大林美香なんですけれども、池田信夫さん、この人の肩書き何なんだろうね。評論家かなんかですか。チェックが必要なのは資料ではなく大林美香の身元自然エネ財団のプロフィールには2011年以前の経歴が書いてない。中津生まれとか大分生まれとか矛盾した情報がある。高卒以後の職歴が不明、国籍も不明、住基番号がついてないという地方公務員の情報もある。この翻訳の学校が最終学歴で、大林美香は大学を出ていないと思われる。その後英会話学校の教師ぐらいしか職歴がない。原子力資料情報室に入ったのも事務員としてで、全く原子力の研究実績はない。こんなただのおばはんにエネルギー政策を語らせていいのか。大林美香の経歴には謎が多い。この名前が本名かもどうかもわからない。で、原子力資料情報室では単なる事務員だったが、飯田哲也の、ISEP では副所長になった。これで専門家と思われるようになったが、学問的実績はゼロ。飯田のマネージャーのようなものだった。ひどいですね。なんか、一体どこの人、住基ネットに番号ないって、これ住民票ないとか、日本国籍ないって、っていう可能性ありますね。世論です。河野太郎大臣曰く有識者、典型的な活動家でしたか。学校はもしかして西早稲田界隈ですか。ショーン K は笑えるけど大林は笑えない。野党やマスコミはこの件はだんまりですね。中国パワーで出世、もしくは元が中国人なのか。左翼活動が忙しくて勉強する暇がなかったんです。学歴だけで判断するのはあまりよろしくないと思いますが、専門家にふさわしい研究実績や著作などは必要だと思います。これって資格取得の各種学校みたいなもんだろう。通常は学歴には含めないと思うけど。立憲が幹事長と対談記事を削除してから
ものすごい勢いで逃げ図ってますけれども、大林の周辺掘ったらきっとものすごい闇が出てくるかもしれないですね。お願いします、高市さん、きっちり調査して私の裁判資料を充実させてください。安倍総理、大林美香は左翼活動家あって言ってたそうです。河野太郎総理だけはダメとも生前話されてたそうであります。大林は成田闘争の一環で地権者増やしてですね、交渉を困難にする嫌がらせの成田一坪地主の一人だそうで、立派な活動家ですね。国籍不明で住基ネットの記載がなくて、イコール住民票がないって言ったが、一つも論文書いてない、無学で何の資格も免許もない彼女が再エネ政策有識者会議の一員で国の政策を左右する立場になった。これがですね、パヨの勝者、パヨの勝利、パヨトロフィー、私が名付けたんですけど、まあ、パヨのご褒美ですよ。一般パヨはこれを目指してですね、つまり大林美香のような勝者を目指してですね、日夜嘘とデマを用いて社会を混乱させる活動に励んでおります。パヨ界での地位が上がることが目的なんで、一般人からドン引きされようが、バカだと思われようが、完全論破されようが、平気平気、どんなに論破しても決してやめない、それがパヨ。これ日本だけでなく世界中で起こってる現象ですからね。講談社フラッシュ、中国企業の影響発覚で河野太郎氏に集まる奮撃、記事の要約なんですけど、4月から再エネ賦課金が約1万円増税になるが、その背後に中国企業の影がちらつくって、舐めてんのが河野太郎というのが記事の要約です。長々と世論です。河野一族が中国で会社やってるって知って、今回の件も合わせてかなりやばい案件だって知った。再エネ賦課金の一部がチャイナ太陽光パネル企業と 40% が中国共産党企業出資の日本大使株式会社、ソーラーパネル関連部品の製造、河野一族企業に流れる。中共の犬は NG ワールド、河野に名誉毀損で訴えられる。それ俺のことだよそれ俺のことだ。河野一族は中共の犬って言ったり書いたりしたら訴えられました。それ俺のことだ。自民党が中国企業にもげさせて、中国企業から献金をもらうために決まっている。まあ献金は禁止されてるんで、パーケン買ってもらうんでしょうね、しこたまね。さてこれで太陽光発電推進者は全員中共の犬認定される可能性が出てきたってわけだ。再エネ賦課金は全て中国共産党、国営企業と河野太郎親族の会社に金が流れるだけで、我々はお金を吸い取られるだけという。ぶっちゃけ原発の方がエコ、河野太郎国民を舐めてるんじゃなくて国ごと売ろうとしてんだよ。だいぶ河野太郎の正体が皆さんにバレて頂上であります。めでたしめでたし。私が中共の犬で訴えられてること2ちゃんに浸透してるとは知らなかった。2ちゃんでも知ってる人がいるとは知らなかった。この太郎頭悪いですね。私ね、ようなですね、虚弱でピュアな一般人訴えてね。先日行われた河野太郎裁判官の、裁判のですね、裁判官プラス双方弁護士によって行われた非公開論点すり合わせなんですけれども、もう一回やんだって論点すり合わせ、そういう連絡参りました。さすがね、裁判官3人の合議制によるデラックス裁判ですね。始まるまでも長いんだ。しかし民事の名誉毀損の裁判で裁判官3人って聞いたことあります？皆さん聞いたことあります？よっぽどね、巨額の松本人志みたいな5億とかだったら3人になるかもしれないけど、ついでにね、与党の現役団人が一般人を名誉毀損って訴えたのも聞いたことないです、私。立憲の小西博之は一般人訴えてましたけれども、名誉毀損でね、あいつは頭がおかしいし権力がない野党だしで、まあ感情に入れずに現役大臣が一般人を名誉毀損で訴えた前例をご存知の方はコメントで教えてください。もしかして私の裁判が史上初かもしんねえな、現役大臣が。現在審議されている情報セキュリティクリアランス制度は、政務官以上なら調査免除の模様、政務官以上っていうのは大臣副大臣政務官、なら中共スパイの河野太郎も免除じゃん。それ言いのそれで。世論です。一番調べないといけない河野太郎が免除なんて、ザル法だったらいらないぞ。セキュリティクリアランスの意味がない。河野太郎の幼少期の話を全く聞いたことないけど、なぜだろう。大林美香と同じ、あれかな。もうええ加減さっさとスパイ防止法成立させよ。自民党にザル法を作らせたら天下一品ですな。まあね、政治資金規正法もですね、5年前、5年が時効だけど5年前まで修正できるからセーフ
っていうのでいうザルホですもんね。国会議員全員の身辺調査をする必要があるでしょう。河野太郎が更迭されないのが謎。政務官以上だったら調査免除の理由はですね、特定秘密保護法がそうだから前習いしただそうであります。だったらあの特定秘密保護法も見直さなくちゃダメじゃん。国交省の大臣ポストは中共の犬の公明党なんだしさ、介護の秘密常時中共に続けってことでは、これ公明党の大臣通じてね。産経報道、川口クルド人に憤る在日トルコ人社会。在日トルコ人30代男性、トラブルを起こしたクルド人をマスコミがトルコ国籍と報じるため、在日トルコ社会ではまたイメージが悪くなるという困惑が広がっている。もちろんトルコ人にもクルド人にも罪を犯す人はいる。ただ現状の報道はクルド人が日本に集中している背景など触れず、トルコ国籍と一括りに報じている。彼らの多くは本当は就労目的だと思う。なぜなら彼らはパスポートも持ってるし、来日する飛行機代もある。大統領選挙にも投票できる。国会にはクルド系議員がおり、クルド系のビジネスマンもいる。何より日本にいる彼らは何か問題を起こすとトルコ大使館へ保護を求める。そっか。一部のクルド人のため多くの善良なクルド人もトルコ人も迷惑している。日本とトルコの良い関係を続けるためにも日本政府は入国管理をより厳しくしてほしい。世論です。そりゃ見分けつかんからな。世界中どこでも真面目な人たちが割り食ってますな。テロ支援団体を送還しないと岸田じゃ無理かな。和田政宗がいるから無理でしょう。お前ら政府がパスポートを発給するね。そもそもパスポートを出すなってことですか。でもそうするとあのクルド人議員が黙ってねえんだろうな。どこが弾圧されてんだか。一緒に見られたくないんだね。日本政府にばっか頼らないで身内同士で自浄作用を発揮してよ。真面目に暮らしている在日トルコ人の皆さん、すいませんね。あの、我が国マスゴミはですね、世界最低のゴミクズなんですよ。日本のマスゴミって世界最低のゴミクズ。10年以上前からですね、在日インド人は犯罪を犯した者を身内で密かに始末している。なので、インド人犯罪者が少ない。まあ、噂なんですけどね。インド人の極悪に知ってるよっていう方は、コメントで教えてください。まあ、ベトナム人とか、そういうのよりも、犯罪を犯す報道が少ない気がするな、インド人は。これ、身内で粛清して、インド人全体のイメージ悪くならないようにしてるのって、噂ですよ、噂。なので、在日トルコ人の皆さん、目に余るクルド人がいたら密かにインドしてもええんやでええんだええんやで、密かにインドしちゃってください。そっか、弾圧されてると言いながら何かあったらトルコ大使館に駆け込むのがよ。渋谷にあるんですよね。渋谷か、あそこは西早稲田、渋谷か。弾圧されてるって断言した和田政宗、ね、どうすんのこれ。和田政宗、ね、どうすんのこれ。大体パスポートもらえて飛行機で日本に来れて、何かあったらトルコ大使館に駆け込んでトルコ政府に弾圧されてるは無理があんじゃねえ。これ和田政宗どうすんの。クルド政宗ってあだ名ついてたよ。その他のニュース、バイアグラがアルツハイマー病リスクをなんと半減させることが判明。 50% 以上半減、減らす、半減すごいな。超高齢化社会の我が国もすぐ取り入れるべきでは。丸々歳以上はバイアグラ服用義務付けとかしてね。まあ無理なんですけど、そんなことは。本来は血流を良くする薬で肺動脈性肺高血圧症の治療薬としても使われるんで、これ脳の血流良くなってですね、アルツハイマーの原因となる脳細胞のアミロイド沈着が掃除されるんでしょうかね。アルツハイマーの原因とされてるのは考えることによって発生するアミロイド、まあ、ゴミですよ。それが脳に付着して、それが取れなくなっちゃって言うんですけど、余談ですけど、沈着したアミロイドはですね、寝ている間に脳液によって洗い流されるんで、ショートスリーパーはボケやすいっていう俗説があります。バイアグラ飲み続けるとですね、アルツハイマーにはならないが、別な意味で寿命が縮みそうですね。無理やり心臓を動かす方向の薬だし、負担あるでしょ、確実に。初期アルツハイマー患者に飲ましてですね、進行を遅らせるっていうのを
できるんだろうか。それに使えるんだったら、我が国いずれね、あの認知症患者が1000万人超えるって予想されてるんで、国産バイアグラの増産を急げ。もっといい薬があったら、あの脳の血流を良くする薬、体は別に良くしないけど、脳だけ血流良くするような薬あったらいいと思いません、ね、これ、バカな子供が一生懸命飲んだりしてな、それ。フロリダ警察、もし誰かが家に侵入してきたら撃って構いません、むしろ撃ってください。射撃技術も向上するし、納税者の負担が減ります。まあね、あの裁判だ、あの交流だ、なんてなったら金かかかんね。月に2回開催している銃器講習会の宣伝で発言、しました、フロリダ警察素晴らしいと悪を憎む日本人たち絶賛しておりました、日本の警察ならギャグなこと言うでしょうね。あの抵抗せずにお金渡して、危ないからとかね。さすが憲法にですね、邪悪な政府ができてしまったら民間人が武装して立ち上がり、これを撃てって書いてある国だなぁと感心いたしました。憲法のこの部分がですね、武装っていうか武装する権利、銃を禁止できない根拠になっておってですね、邪悪な政府ができちゃったらどうすんだよ、民間人武器持ってなかったらそれ倒せねえじゃん、憲法に書いてあんじゃんというので、あの銃器をあの規制できないという背景があるみたいであります。というわけでメール党員さんになってください。チャンネル登録もしてください。次々とあのずずしいお願いしてますけれども、よろしくお願いします。デトックスジャパン。